今度は iOS 側のフリーアプリのご紹介です、えー、iPad、iPhone 内の動画を手軽に編集できる Apple 公式の、えー、無料でダウンロードできるアプリです基本的な編集はもちろんのことテンプレートを使用して映画の予告編のようなムービーも作成できます使用する動画クリップにチェックしムービーを作成ボタンをタップすると編集画面であるタイムラインが表示されます このタイムラインでさらに動画を追加したり、クリップの並び替えやカット、音量や速度の調整など基本的な編集機能のほかにも、フィルターをかけて色味を変えたり、編集した動画をリアルタイムで再生しながら音声を録音することもできます。動画のトリミングカットしたい部分に白線を合わせ、動画クリップをタップ。 クリップが黄色く表示され、分割を選択するとカットされます。または、指で白線を上から下にスワイプしてもカットすることができます。次はタイトルです。iPhone や iPad 向けアプリ版では、動画1クリップにつき1タイトルまでしかつけることができませんが、数種類のタイトルエフェクトから選ぶことができ、 さらにサウンド fx オンを選択するとタイトル表示の際に効果的なサウンドエフェクトをつけることも可能です次はシーンの切り替えです動画クリップ間のマークをタップするとシーンのつなぎ目のトランジションを選択することができますデフォルトではリゾルブになっていますがスライドやワイプ ードなどに変更すす。ることができますまたトランジションにもサウンドエフェクトがありオンオフの切り替えが可能です。